誤神とは、スポーツ競技において審判が誤った判定を下す、ことである。誤神は、野球、サッカー、アメリカンフットボール、テニスなどの球技だけでなく、柔道、相撲、ボクシングなどの格闘技でも生じる。アーティスティックスイミングのような神秘的な、採点競技においても、不適当な判定は誤神と呼ばれる。その前提には、 判定を行う審判員が間違いを犯しやすい人間であることが挙げられる。また選手たちの技術向上など競技の高度化に伴い審判員にも高度な判定が求められるようになったことも原因の一つである。さらにホームタウンディシジョンや政治的圧力などの影響から審判員が十分に独立していない場合にも誤審は起こりやすい。フィギュアスケートや 体操競技などの抽象的な美しさを扱う採点競技でも誤審と呼ばれる判定が少なくない。同競技では出場選手の国籍によっては採点が甘くなりやすい傾向があり、公然と国と国との裏取引が行われたと指摘されることもある。実際2002年ソルトレークシティオリンピックでは不可解な採点が行われ採点方式が問題になった。 ワールドカップやオリンピックなど世界的な大会になると審判への賄賂が横行すると言われ開催国に有利な判定をするような圧力が発覚した。ファンが加熱しやすい人気スポーツや競馬などの賭博行為を前提にした競技などで誤審が起こると暴動や訴訟にまで発展することもある。また、誤審が発覚した場合該当審判に厳重注意や罰金。 出場停止などのペナルティが課せられることが通例だが、誤診が元で辞めた例も存在する。大相撲では立業時が差し違いを起こした場合、協会へ身体伺いを出すのが通例となっている。スポーツ界では誤診が起きないよう、その競技ごとに様々な対策が取られている。副審を置くなど審判員を増やしたり、検定によって審判員のランクをつけるなどして、 審判の質の向上を目指すほか、ビデオによる再判定の導入、ユニフォームの特徴付けやルール改定などで判定基準を明瞭化するなどが代表的である。MLB や NFL、日本の大相撲等では判定に対する抗議があった場合や微妙な判定の場合は VTR で確認することが認められており、実際に判定が覆ることもある。NFL の場合、かつて、 インスタントリプレイと呼ばれるビデオ判定制度があったが、試合時間の延長につながるなどの理由で廃止された。この制度を改良し、ビデオ判定の要求をチャレンジと呼び、審判が下した判定が正しいものであった場合には、要求したチームの持つタイムアウトの権利を失う、形に改められた。日本プロ野球では、ホームラン制の打球の判断に限定して、導入している。 2018シーズンからはメジャーリーグと同様のリクエスト制度が導入された。柔道では2000年シドニーオリンピックでの誤神問題以降、誤神防止のためビデオ判定を導入した。しかし、ビデオを確認するのも人の目であるため、完全に誤神を防ぎきれるわけではない。一例として、日本プロ野球でビデオ判定を経ても本類だが三類だとされた誤神が覆らなかったり、 MLB ではビデオの判定員の見落としで誤審となったことがある。詳細はビデオ判定導入後の誤審を参照。プロテニスの一部の大会ではインスタントリプレイ制度があり、映像からのボールの軌道計算による自動判定を行うフォークアイを導入している。またフェンシングでは電気審判機が用いられている。大相撲ではあくまで行事一人が審判を行うが、 元幕内力士からなる勝負審判が置かれ行事の判定を審査するシステムになっている。なお、実例は滅多にないが控え力士も物言いをつけることができる。かつては物言いがついたさえの判定の是非をめぐる競技は中改め、勝負検査役による肉眼判定のみであったが、1969年3月場所2日目に戸田と大砲の対戦で軍配が、 大捕に上がりながらも物言いがつき、競技の結果は行事差し違いで、戸田の勝ちと判定されたが、戸田の右足の跡が俵を割っている時点で大捕は、まだ両足がギリギリ俵の内側に残っている写真や映像の存在により、正規の醍醐心として問題になり、翌5月場所より予定を前倒しして、ビデオ判定が導入された。国家間の裏取引がしばしば指摘されていた。 フィギュアスケートでは ISU ジャッチングシステムを施行。採点の一部をダミージャッジとして扱うほか、採点を行った審判員の匿名化を行うことで、賄賂や政治的圧力から審査が独立しやすいようにしている。一方で、このシステムには効果がないと主張する声もある。2016年6月に匿名制度は廃止された。柔道の国際試合では、 オランダ人柔道家、アントン・ヘイシンクによって青いカラー柔道着が提唱された。特にテレビでの感染が容易になり、結果的に誤神も少なくなるという主張だった。日本は主に伝統が損なわれることと経済的負担が大きいことから反対したが、現在では定着している。学生スポーツでは、誤神や誤神に対する抗議等が公になることは、ほとんどない。 日本の高校野球では、誤審や微妙な判定が勝敗を左右することもあったが、アマチュアスポーツであることや高野連が推奨する、高校生らしい態度などが影響し、試合中に誤審に対する抗議等が行われることは、ほとんどない。しかし、試合後に、高校の関係者らが、教育委員会などに抗議を行った結果、誤審が発覚し、高野連が謝罪した例もある。 松山対所沢賞では球審によるカウントミスを松山高校が指摘するが審判団の競技の結果判定は覆らず試合を続行。敗戦した松山高校の関係者が教育委員会に異議を申し立てたことで再調査が行われ誤審であるとして埼玉県校野連が再発防止を約束し謝罪した。2015年の 全国高等学校ハンドボール選抜大会では三月二十八日に行われた男子準々決勝の法政に対裏添えにおいて無効と判定されたはずの裏添えのシュートが得点と認められ法政にが抗議する目違いらず三十四から三十三で裏添えの勝利で終えたしかし三十日に誤審を認めたためすでに行われていた決勝の北陸対浦和学院を 前半で打ち切り両校優勝、準決勝で敗退した2校に、法制にも加えた3校を3位とした。ありがとうございます。